ハーリー・エドワード・ストレテンは、フルームの名で知られる、オーストラリアの音楽プロデューサー、DJ。エレクトロニック・ミュージックのフューチャーベースをメインストリームに押し上げた先駆者とされている。2012年のデビューアルバム、フルームは、オーストラリアのアルバムチャートで主を獲得、ダブルプラチナディスクに認定される。2作目のアルバム、スキンが、グラミー賞で最優秀、ダンス。 エレクトロニックアルバムを受賞。アルバムからの楽曲、Never Be Like You が最優秀、ダンスレコーディングにノミネートされたことで国際的な評価を得る。2019年にはミックステープ、h i d This Is Floom をリリースした。フルームこと、ハーリー・エドワード・ストレテンは1991年11月5日に、オーストラリアのシドニーで生まれた。父のグレン・ストレテンは、 映画プロデューサー、レコードプロデューサーで、母のリンダルは、演芸家で、元教師だった。13歳の時に、基本的な制作環境を手に入れ作曲を覚え、2010年には、自身のイニシャルであるヘズノノで、ハウスミュージックの制作を始めた。ライブでのフルームトリプル、ジェイ・アナースドにアップロードした、楽曲、パッサムが、初めてラジオでプレイされ、2011年には、 オーストラリアのレコードレーベルフューチャークラシックのコンペで2位を獲得し契約を勝ち取る。8月にフルームの名でスリープレス、オーバーアーユー、ペーパーシンの3曲入りのシングルをリリース。フルームという名はボニー・イベールの楽曲フルームから付けられた。フルームのデビューアルバムフルームは2012年11月9日にリリースされる。アルバムはロンドンへの旅行中に ラップトップで制作された。アルバムには、フィーチャリングアーティストとして、ムーンホリデー、ジェザベルドラン、ジェット・ファーキル、T シャツなどが参加している。2013年2月、フルームは、マム、ポップミュージックと契約し、デビューアルバムを北米でリリースし、アメリカの評価から高く評価される。アルバムの楽曲は次々とオーストラリアのチャートにランクインし、フルームは、 アリアチャートで1位を獲得した。2013年4月から5月にかけて、インフィニティプリズムツアーと題した初のオーストラリアツアーを開催。2014年には南米のロラパルーザやコーチエラなどの音楽フェスティバルを含むワールドツアーを行った。2011年に音楽プロデューサーのエモ・インステッドと共にフォワット・ソー・ノットを結成し、 両として活動してきたが、2015年2月に、グループから、フルームが抜けたことが発表された。ライブでのフルーム2016年2月、ニューアルバムからのリードシングル、Never Be Like You がオーストラリアで1位を獲得し、フルームにとって初のナンバーワンソングとなった。その後この曲は、世界的にヒットし、アメリカのビルボードホット100では、最高20位を記録し、 ダブルプラチナディスクに認定された。2016年5月27日、フルームは2作目のスタジオアルバム、スキンをリリースする。アルバムには、ビッグメンサ、アーラン・キングダム、レイク・ウォン、リートル・ドラゴン、エルニ・ジョージ、MNDR、ベックなどが参加した。アルバムは非評価から好意的に評価され、アリア・ミュージック・アワードでは、アルバム・オブ・ザ・イヤー。 最優秀男性アーティストを含む8つの賞を受賞した。さらに、グラミー賞で最優秀、ダンス、エレクトロニックアルバムを受賞。シングル、Never Be Like You は、最優秀、ダンスレコーディング賞にノミネートされ、フルームは、世界的な知名度を獲得することになる。2016年11月に、スキンコンパニオン EP1、2017年2月には、 スキンコンパニオ EP にと題した2枚の EP をリリースする。2016年にはエルニジョージの楽曲、アイリメンバーを翌2017年にはロードのザルバー、ィンス・ステープルズのイエイライトをプロデュースした。アウトサイド・ランズでの DJ2019 年3月20日、フルームはミックステープ、ハイディス・イズ・フルームを突如リリースした。ミックステープには クッチカ、エプラム、JPEG マフィア、ソフィー、HWLS、スロー隊が参加しており、17曲38分のフルアルバムに相当する作品だった。ミックステープの制作は、前作のツアーが2018年1月に終了した後にスタートした。フルームは、あまりにも一生懸命に働いているために、 音楽とツアーが嫌いになった少しの間は普通の生活をする必要があったと述べている。ミックステープの制作中、フルームは自分のルーツに戻るためにはより実験的なサウンドのレコードを作る必要があると感じていた。フルームは Hi This Is f ー o o m の制作は前作よりもはるかに困難だったと明かしている。リスナーにより左翼的なエレクトロニックミュージックを 紹介したかったため、スロータイ、JPEG マフィア、エプロム、ソフィーなどのアーティストが制作に招かれることになる。ミックステープは批評家から好意的に評価され、第62回グラミー賞で最優秀、ダンス、エレクトロニックアルバム賞にノミネートされた。ありがとうございます。